どうも皆さんこんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、 TOTS 後に来るイベントについて解説していきたいと思います。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。4月の末から始まった TOTS もいよいよね、もう今週末で終わってしまうということで、これ以降ね、何が来るんですかっていう質問を配信でもよくいただくということで、過去3作品で来たイベントについて話していった後に、僕自身の考察ですね、お話していきたいと思っております。ではまず FIFA19 からですね、話していきたいと思います。 FIFA19 では TOTS が終わった後、フッティーズというイベントが来ます。そもそも TOTS が終わったのが6月28日なんですが、その後に7月3日からですね、フッティーズというイベントが8月14日までの6週間にわたって実施されています。このイベント自体は FIFA15 から始まっているかなり老舗のイベントになっていまして、まあ、TOTY 並みですね、それぐらいまあ人気で長く続いているイベントになっています。この時のフッティーズなんですが、要素が大きく分けて4つあります。まず1つ目がフッティーズ投票ですね。まあ、これが一番要素としては大きくて、これがイコールフッティーズと考えている方も多いんじゃないかなと思います。これがまず何かっていう話なんですが、ポジションもしくは特徴ごとにゲームの中で非常に使われた選手が3択候補として登場しまして、その3人の中で一番投票率が高かった選手がめちゃめちゃ強化されて SBC もしくは目標で登場するっていうようなイベントになっています。 FIFA19 でのフッティーズのカードの一覧はこんな感じになっていまして、この濃いピンクのカードが、フッティーズウィナーといって、フッティーズ投票率が一番高くて強化されて登場したカードになっています。まあ、こういった形でかなりの数が登場するんで、 SBC もね、投票の SBC も作成できる SBC も3日に1回ぐらいのペースで登場するんで、なかなかね飽きないイベントになっているかなと思います。それ以外の3つの要素はまあおまけ的な感じではあるんですけど、これベストオブパックっていう過去のね TOTY 以外の、今作中に登場したスペシャルアイテムがフッティーズ期間中に再度登場して、パック開けたらめちゃめちゃ特殊カードが入ってるっていうような形ですね。でもう一つがベストオブチーム編成チャレンジということで、過去に登場した SBC の中でも人気だったものが再度、登場するんですけど、まあ、これ結構元々登場した時に比べるとコストが下がっているっていうのが特徴になっています。で次に報酬パックですね。これは皆さんね、今作プレイしてたらもらったことあるかもしれないんですけど、プレイした日数に応じてパックがもらえるっていうような形になっています。それ以降ですね、8月14日以降に何が来るかっていう話なんですけど、ちょっと調べたんですけどあんまり出てこなくてですね、特に多分イベントもあんまりなくて、まあ YouTube 見てみたんですけど、ドラフトのスカット作ってみてレートいくつ出たよみたいなのが多かったんで、まあこの後半1ヶ月は来作 FIFA20 に備えながらウキウキするっていうような期間だったんじゃないかなと推測しています。もし何かね記憶がある方がいたらぜひ教えてください。では次 FIFA20 ですね、話していきたいと思います。 FIFA20 では TOTS の後に2つイベントが来ています。サマーヒートというイベントとプレシーズンイベントっていうのが来ています。サマーヒートが先に来たんで、サマーヒートから解説をしていきたいと思います。サマーヒートはですね、 TOTS が終わってからすぐですね、6月18日から7月28日までの6週間かけて開催されています。これもですね、先ほどちょっと説明し忘れたんですけど、パックからこのサマーヒートのカードとかっていうのは出るわけではなくて、 SBC もしくは目標でのみ入手可能なカードになっていたという形になっています。このイベントなんですが、前作までのフッティーズの要素を踏襲しつつ、いくつか新しく要素を足したっていうようなイベントになっています。まず一つ目がサマーヒート投票ですね。これは前作のフッティーズと同じように、選手の特徴もしくはポジションごとに3人候補が選ばれまして、その中で投票率が一番高かった選手が SBC で登場するっていうようなイベントになっています。ただ、この時はですね、負けた2人の選手ですね、っていうのはドラフトで登場するっていうような形になっています。で、その次にサマーショーダウンスペシャルアイテムですね。これは皆さん今となっては非常に馴染みの深いショーダウンが初めて登場したイベントになっていまして、この FIFA20 のシーズン、2020年のシーズンはコロナの影響でシーズンがめちゃめちゃ伸びたっていうのがあって、夏になっても試合があったんですね。なので、この時期の、実際の試合にフォーカスして、注目の試合ですね、例えばリバプール対マンチェスターシティとかっていうのがあって、その中から2人ですね、選手が選ばれて試合の結果に応じてレートが上がるっていうようなイベントがありました。この時はね、買った時はレートがプラス3アップグレードされたという形になっています。でその次にベストオブリリースですね。まあ、これもフッティーズ19であったと思うんですけど、過去に登場した SBC じゃないパックのカードの中で良かったカードっていうのが再度登場するっていうような形になっています。でその次にサマーヒートファンフェイバリットですね。これが僕個人的には一番思い出深いんですけど、目標カードでですね、
あの人気だった FUT アイテム、この時あのメンディーとかブルーノ・フェルナンデスとかがあの目標カードで登場してめちゃめちゃ試合をしたらめちゃめちゃ強いカードが手に入るっていうようなイベントでしたね。あのメンディーとかを手に入れるために確か40試合ぐらいしなきゃいけなかったんですけど、まあそれをあのやる価値があるようなカードでしたね。まあ今作でいうあの Y カンセル、S カンセルみたいなカードが全員無料で手に入ったっていうふうに考えると、まあみんなやるよなっていうのが想像つくかなと思います。でその次に、このあれですね、ログイン日数に応じて、パックがもらえますというところも、引き続きありますと。でプラスで、ウィークエンドリーグですね、今で言うとチャンピオンズファイナルの報酬が、まあ、サマーヒートが始まってからちょっと変わってますよっていうのがあります。サマーヒートの後に来るのがプレシーズンイベントになっています。8月からですね始まりまして、どういうイベントかっていうと、次回作 FIFA21 でのスタートに向けて弾みをつけて、かつヨーロッパサッカーですね、特に、まあ、チャンピオンズリーグの終盤ですねの再開を祝いましょうというようなイベントになっています。でまず一つ目なんですが、 FIFA20 でいくつか目標をこなすことによって次回作 FIFA21 で、報酬が手に入りますよという形になっています。改めてなんですけど、この UT っていうゲームはですね、ほとんど引き継ぎ要素がないんですね。で引き継がれるのはクラブ名と FIFA ポイント、まあ、課金ポイントだけで、選手とかコインとかは当たり前なんですけど、バッジもユニフォームも何も引き継がれないというような状態になりますんで、まあ、この5試合かける5コイン、あ、500コインのね、コインブーストが手に入るっていうだけでもかなりありがたいというような状態になっています。その他にもベストオブパックですね。まあ、これはあのサマーヒートでもあったんですけど、この時には TOTY のアイテムが復刻されてパックに戻ってきますというのが特徴になっています。でチャンピオンズリーグとヨーロッパリーグが再開するっていう影響を受けまして、ロードトゥーズファイナルですね、まあ、決勝まで行ったらレートがどんどん上がっていきますよっていう、今作でいうとあのベイルとかがねめちゃめちゃレート上がったカードなんですけど、まあ、それがレートがね相対的に低いっていう状態になっていたので、全部レートがプラス算されまして、そこからプラスで勝ち進むとレートが上がっていくよっていうのがありました。でそれプラス、このロードトゥーズファイナルのカードが追加で登場してましたよっていうところと、あとチャンピオンズリーグのショーダウンですね、まあ、これさっき話したあのサマーショーダウンと同じような形でチャンピオンズリーグのショーダウンが別で行われてますよっていう形になっています。次にトップ移籍ですね。このプレシーズン期間中っていうのは思いっきり夏の移籍期間と被っているので、この期間中に移籍した注目選手っていうのがレートがかなり上がって登場しちゃったような形になっています。では次 FIFA21 ですね、話していきたいと思います。 FIFA21 では TOTS が終わった後にイベントが3つ来ています。まず1つ目がフットボールフェスティバル、2つ目がフッティーズ、3つ目がプレシーズンになってます。まずフットボールフェスティバルのイベント概要ですね、話していきたいと思います。このイベントなんですが、夏にサッカーの主要大会ですね、コパアメリカとユーロが来ることを受けてのイベントになっていまして、 FIFA18 の時も来たイベントになっています。でこの期間中にカードが3種類登場しています。まず1つ目が栄光への道カード、2つ目がフットボールフェスティバルの代表選手カード、3つ目がフットボールフェスティバルのサマースターズカードになっています。まず一つ目の栄光への道のカードですね。これはパックもしくは SBC 目標で手に入ったカードになっています。これはロードトゥーザファイナルと同じようなイメージではあるんですけど、大会中に勝てばレートが上がっていって、大会中に6勝すれば逆足とスキルが5になるっていうようなイベントになっています。で、コパアメリカもユーロもマックスで7勝できたので、予選で、まあ、グループステージで1敗しちゃったりとか、決勝で負けちゃったりしても、それ以外の試合で全部勝てば6勝しているので逆足スキルが5になるというようなイベントになっています。フィリミノとかね、ベラッティとかは確かねどちらも5になっていた記憶がありますね。次にフットボールフェスティバル代表選手カードですね。これ SBC もしくは目標で手に入ったカードなんですけど、まあ、様々な国地域の代表選手が、一気にね3枚ぐらいバットリリースされて、まあ、その国のカード、まあ、チームを作る上で役立つっていうカードになってますね。まあ栄光への道カードに比べるとあんまり強くなかった記憶があります。次がサマースターズカードですね。これは大会中にめちゃめちゃ活躍した選手がめちゃめちゃアップグレードされて登場するっていうようなカードになっていまして、これはまあカードのアップグレードはないんですけど、そもそもレートがめちゃめちゃ高いんでめちゃめちゃ強いっていうようなカードになっています。まあ、メッシ、ロナウド、ネイマール、デブライネあたりの、まあ、強いなって思えるカードは一通り出たっていうような感じですね。この期間から今までと同じようにウィークエンドリーグの報酬も変わったっていうような形になっています。フットボールフェスティバルの後に来たのがフッティーズですね。7月16日から始まっています。例年と同じような形になるんですが、選手ピックのファン投票が行われておりました。ただ去年は、選手の候補が2名で、そのうち勝った選手が選ばれるという形で、で負けた選手ももしかしたらね、この SBC に登場するかもねっていうような形でしたね。なのでどっちも登場したということもあったのかなと思います。でその次にフッティーズダービーでチームイベント投票ですね。まあ今目標の左の方にあるあのチームイベントですね、あれで選手を選んで勝った選手がフッティーズのカードで登場するというような形になっています。
で、その次にフッティーズフェイバリットですね。これはちょっとね、新しかったんですけど、毎月、その月に人気だった選手が、フッティーズとして強化されて登場するっていうようなカードですね。なので、これは投票するわけではなくて、EA が、例えば今作だと10月とかメンディーめっちゃ使ったよね、みたいな形で、メンディーがポンって、めちゃめちゃ強化されて登場するみたいなことが起きるんじゃないかなと思います。で、その次にベストオブリリースですね。これも例年と同じように、スペシャルアイテムがパックから登場するっていうような形になっています。で、同じようにね、ウィークエンドリーグの報酬もこの期間にちょっと変わりましたよっていうところであったりとか、あとはログイン日数によってパックがもらえますよみたいなところもあったのかなと思います。なので、フッティーズのイベント試合はね、例年と同じような形だったのかなと思います。その次、8月27日から来たのが、プレシーズンイベントですね。これも FIFA20 から2年連続で行われております。これはね、先ほど話したところと同じではあるんですけど、自作 FIFA20 に向けて準備していきましょうっていうようなイベントになっています。ちょっとね、報酬が良くなっていまして、コインブースト5試合かける1000コインですね。この FIFA20 の時は確か500コインだったんで倍になってるっていう形ですね。で、プラス、シャドウのケミストが絶対もらえますよであったりとか、このゴールドブンデスリーガ選手とかね、ゴールドプレミアリーグ選手とかね、この3名パックのうちレア1名必ず入っているということで、最初の方はね、こういうカードを手に入れるのも結構大変なんで、スタートダッシュには使えるかなと思います。特に無課金の方はね、これ取っておきたいかなという感じですね。で、ベストオブパックということで、同じようにね、TOTY のカードも含めてパックから登場するっていうような形になっています。このプレシーズンイベント自体が始まっているのが8月の27日ということで、FIFA22 が出たのが9月26日なんですけど、発売までね、1ヶ月切っているっていう状態でリリースされています。なので、やらなきゃいけないことはそんなに多くないかなっていう感じですね。この時期はもう PV とか、レートとかがちょっと発表され始めたりとか、あとはアイコン選手が新しいのが登場したりとかっていうのがあって、次回作に向けて盛り上がりつつっていう感じなんで、のんびりやっていくのがいいんじゃないかなと思ってます。こっからはね、今作 FIFA22 でこれからどういうイベントが来るかっていう僕のただの予想なんですけど、おそらくね、フッティーズとプレシーズンは絶対に来るんですけど、それプラスで、完全な新イベントが来るんじゃないかなと思ってますね。それが夏のサッカーのその遺跡を反映させる系のイベントなのか、なんなのかちょっと完全にそのネタ系のポジションを思いっきり変えましたみたいな、ファンダイク ST にしましたみたいな感じのイベントなのかどうかはわからないですけど、そういった形のイベントが今週末ぐらい、もしくは来週末から始まって、それが2週間あってから、フッティーズが7月から始まって、8月の真ん中まであって、プレシーズンが始まるっていうような形になるんじゃないかなと思ってますね。あと CF の報酬についてどうなるかっていうところなんですけど、これ多分水曜日とか木曜日になると分かってくるんじゃないかなと思いますんで、この動画出してるタイミングでもしかしたら判明してるかもしれないんですが、でも今週末とかはレート91プラスの5大リーグの TOTS のままなんじゃないかなと思いますね。あとチャンピオンズファイナルの開催期間はおそらく金曜日の午後から開始に戻るんじゃないかなと思いますね。でも月曜日の夕方終了だと実質的にね、金土日で終わらせなきゃいけないので、できればね、火曜日の夕方とかにしてほしいなって思うんですけど、その辺はね、期待して待つしかないかなっていう状況かなと思います。ということで、 TOTS 後のイベントについて過去3作分の情報と、個人的にどうなるかなっていうところを話してきました。ぜひ参考になれば幸いです。どんなイベントか来ようが結局楽しむだけなんで、楽しみに待ちたいなと思っております。ということで、これからもまた FIFA 関連の解説動画の投稿ですとか生配信も楽しくやっていきたいと思ってますんで、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではありがとうございました。